い。というわけでですね、皆さん、何回と言われるこの阪神ジュベナイルフィリーズですよ。牝馬限定戦。うわ、バドさん、牝馬が苦手なんでしたよね。そりゃ言ってましたね。牝馬限定戦ということで、結構荒れる結果が多いですよね、やっぱ。まあ、前回の、まあ、ちょっと振り返りをぜひしたいなということなんで、バドさん、またよろしくお願いします。はい、出ましたね。なんと、チャンピオンズカップ。これね、ちょっと僕、言いたいことあるんですよ。はい。2着にね、原ちゃん、原ちゃん突っ込んできたでしょ。うん。まあ、いろいろあると思うよ。終わってからならいろいろ出てくると思うんだけど、ただ、はい、この僕の三連複の買い目は人気の断層で組んだんですよ。確かに。いや、これアジさんワンチャン当たってるかなと思ってたんですよ。あのね、りょうさんの一番みゆきさんに深いとこ乗ったんだけど、それより深いとこが来ちゃったっていう結果になりましたね。あそこより深いと思わなかったね。ねえ。うか、レモンポップ強かったね。ちゃちゃ、りょうさん、レモンポップ強いってことは、うん、ギルデッドミラー最強ってことだからね。そう、もちろんもちろんもちろん。あのレモンポップに土をつけた馬ですからね。ギルデッドミラーっていう物差しがだいぶ間違ってたような気がしないでもないけど。まあチャンピオンズカップはね、もうこれ的中された視聴者さんね、これもうお見事ですよね、やっぱね。いやー本当に、まあちょっとこの次のね、バドさんが出してくれるページをね、まあちょっと覚悟して見なきゃいけないなと思ってるんですけども、累計の方をもう見せてもらってよろしいでしょうか。おー、はい、出ましたね。なんと、なるほど、四天王がですね、全員真っ赤な文字のマイナス数がついてしまいました。いましたね。なるほど、いました。皆さん、こういう場合ってどういう風にメンタル持てばいいんでしょうかね。だからマイナスだからみんな負けってことで金額は関係ないでしょ。負けてることに変わりはないんで、うん、負けてることに変わりはないんで、あの失うものはないですよ。失うものないんで、まあ、あと一気一球しないことですね。ああ、そう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 、やっぱりこう当てに一択になっちゃうと思うんですよ、通常この成績だけ見ちゃうと、うんうん、でもなんかそこをぶれてしまうとなんか余計にどんどん悪くなってしまうので、大きくこうぶれないようにっていうのが、まあ、一つ大切なのかなと思います。バドさんとかモコさんみたいな馬券の上手な人でも100を聞くんだっていうことよね、うん、なるほど、前向きに考える力ね。逆に勉強できるよね。 あの人らでもやっぱ100切ることあるんだっていう。そうだね、まあ、0% の俺が言っても何の説得力もないんだけどやっぱさ、馬券に説得力求め出しちゃってもね、固くなっちゃうだけだと思うんで、僕らの伝えたいことは楽しさと、うんうん、みんなのそれぞれの個性のあるファクターを視聴者さんに楽しんでもらえたらなと思ってるんで、まあ、そこにプラス的中っていうのをね持ってこればもう完璧な動画になりますよね。まあまだ6戦ですからね、言うても。あ、そっか、まだ6戦っていう考え方、ね、まだ6戦なんですよ、始めたのが。土曜日の前半戦が終わっただけなんだ。うん、まあそんな感じです、言うてしまえばでは、もこまるさん。はい、ですね、まずは、謝罪させていただきたいんですけども、先ほどの終始のところでですね、一貫性をぶれないと言っときながらですね、今回の回目は3連複二等軸ではありません。ぶれた、ぶれた、いきなり取るかな。それがぶれたのか改善するのかっていうね、また、まあ、そういうこと。あの僕の中で、うん、こう2歳戦は一つポリシーというか、二等軸は相当リスキーっていうのが、まずあの出走してるサンプル数がものすごく少ないんですよ。でやっぱりあの一戦だけで出てくる馬とかもいるんで、正確に馬の能力を測ることが非常に難しい、まあ、過去の傾向ぐらいからしかわからないっていったところもあるので、うん、まあ、あのその辺を考えて今回は対面を考えました。で今回印も打ってません。今回はそのとある仮説をもとに僕はちょっと馬券を組み立てようかなって、このようになりました。右の馬4頭いるんですけども、こちらの4頭の馬というのが前走で素晴らしい上がりの3波乱を使った馬をピックアップしております。まだやっぱり2歳ですし、やっぱり2戦3戦しか走ってない馬が非常に多いんですね。前僕3連複二等軸との動画の中で言った、何かに秀でた馬っていうのをピックアップした方がいいかなと思いまして、完成度の高い馬とかまあいろいろいると思うんですけども、この武器はちょっと誰にも負けないみたいな、そういったところの馬たちをちょっとピックアップした結果がこちらになりました。で、今回ボンドガールだったりとかアルテミスステークスを買ったチェルベニアっていう、まあ、おそらくここに出てきたら 1,2 番人気だなある馬たちっていうのが、まあ、2頭とも回避をしてしまったという流れがありまして、現在もオッズがね、1番人気が単勝5倍ぐらいになってる、結構その混戦のムードになってるんですけども、今回はその中で、まあ、自分なりに能力の順位付けもまあしたつもりではあります。で、まあ、あの14番のサフィラ方のワイド流しで、3番キャットファイト、11番スイープフィートで、16番のルシュと、あとは3連複の今回はボックスですね。あんまり普段ボックスやんないんですけど、うん、あの2歳戦に関してはやっぱりそのなかなか軸にするっていうのがなんかできないので、今回はこのボックスといったところでも変えたいなと思ってます。あの3連複のボックスに関してはここの4頭プラスとして、あの実績のあるコラソンビートを1頭入れた形で計5000にしました。まあとにかくこの4頭の前走の上がり3波乱の足っていうのが素晴らしいものを持ってると、僕の内には感じたので、この4頭を
中心に馬券を組みました。以上です。そっか、確かにね、もこまるさんの三連複二頭流しの動画を見て、今回のレースはやっぱ二頭軸で絞るっていうのはやっぱりちょっとあまり向いてないのかもしれないなっていう。そうですね、来週の朝日杯とあとはホープフルステークスも今後あると思うんですけど、うん、二歳戦はちょっと基本的に二頭軸っていうのはいつも、やってないですね、なかなか。なんでまあデータが出揃った、小馬戦の方が二頭軸がおすすめだなって言ったところで、その中でもまあちょっと妙味のある馬をピックアップして、それで馬券を組んだという感じになっております。武器を持ってるってことね。そうですね、上がり最速をこう連発してきてる馬たちっていうのをこう中心に組んでいました。やっぱり最後のその足の出たタイムっていうのは数字はそんなに嘘はつかないかなと思いますので、そうだね、組んだっていうような形ですね今回は。質問してもいいですか。アスコリピチェーノは切りましたね。いや正直アスコリピチェーノも入れてもいいかなと思ったんですけど、ワイドの方でねこうやっちゃうと人気どころですし、ちょっとオッズの妙味がちょっとないかなっていうのと、前走のその新潟2歳ステークスのこうメンバーレベルを見た時に、2着の湘南マネールだったり3着のクリーンエアっていうところが、実装全然通用していない、今回出てくる馬たち相手に通用していないって言ったところをこう考えると、そのレースだけ見るとやっぱりちょっと落ちるのかなって、そこそこ人気してますし、ならば思い切って切っちゃってもいいかなっていったところで、なので馬連とか3連単テリカこうワイドでこう流してちょっと抑えてるっていうような感じですかね。レースレベルがそんなに高くないだろうと、今の結果だけ見るとそうせざるを得ないかなっていうような感じでしたね。ありがとうございます。なるほど、わかりました。では新馬の亮さん、はい、自信の解明をもうよろしくお願いいたします。もうねこれ出すとね、お前的中率出るのにまだそんな穴狙うのかって怒られそうな気がするんですけど、降りてません、ギャンチューなんでね。そうですよね。あ、来た来た来た。決闘の動画で言った通り、2022年21年から全部調べたんですよね、動画のおさらいになるんですけど、僕ここ最初見た時に、欧州とディープでいいかなと思ってたんですよね。なぜかこうこの5面が米国決闘、これ黒字が全部米国決闘なんですけど、やけに米国決闘いいなって言って、父か母父に全部米国が絡むんですよ。これ要するに京都の改修工事だと思うんですよ。で京都の改修工事が2021年と22年ががっつり絡んでるんで、10月の多分3日間開催ぐらいからずっと阪神開催なんです。こんだけ3ヶ月走りゃ馬場は荒れて欧州系が走りやすかったんじゃないのかなっていう僕の推理、で今回欧州型は消しました。逆にね、逆に消してみた、こっちの米国血統を父か母父に持ってる馬を評価を高くしました。それから調教とレースレベルとか見て考えてみました。で水色は欧州型です。で母父に米国血統を持っていないので、この赤は全部切ります。黒字に書いた馬で勝負しようかなと思ってるんですけど、一応ですね僕の買い目はこんな感じになってますね。本命ルシフェリーでいきます。はい、京都の外回りと阪神の戦力って結構コースが似てるんですよ。それなら胸ザワイフの腕を持ってすれば、枠がねもっと内ならよかったなって、開幕2週目ですから外よりは内が良かったなっていうのが唯一の僕の不安です。最高にはねコラスンビート KO 杯2歳ステークス実際に評価しようかなと思ってるんですけど、あとは動画でも言った通り、この子もコラスンビートはスワーブリチャードにオールフェーブルで米国ケット入ってないんですけど、母の母父の方にロジスインメイ入ってて、こじつけになっちゃうような気がするけど、なんかロジスインメイってちょいちょい来るようなイメージがあったんで僕の中でちょっと入れました、なるほど。で黒三角に内枠を入れてないので、内枠に来た父米国血統は一応持っておきたかったのでキャットファイト入れました。でサフィラは両欠なんですけど欧州型なので少し割引してみました。この2頭に関しては僕は一切買いません、欧州型なんで。ただ3連系を買う方は3着ゾーンには抑えておいた方がいいのかなと思います。でヘリオスルールを理由はですね、有力馬が結構差し馬っぽいんですよね。前に行く馬で米国血統を持ってるのがあんまりいないので、3着以内に引っかかってくれれば大穴馬ですけど、ここが3着以内に来てくれれば一気に僕は回収率をまくれるので、そうですね、僕は穴馬として指名します。で一応血統的にもアルアインディープサンクですね。読みにくいんで読めませんけど、これ米国系のサドラーズウェルズなんですよ。米国血統なので米国血統を買おうという意思には合ってるので、そうだね、フル吉頑張ってそこだよね。僕の買い目いつも一緒なんですけど、単勝で16、これを2000円ぶっ込んで、僕の帰った時オッズが 11.1 だったので最低でも22,200円あると。うん、マネーボックスでちょっと資金分けました。1,000円、1,000円、500円、アフィラからこの3頭に一応保険で流して、これはちょっとなんですけど半分ぐらいでも返ってくりゃっていう、これは保険です。ここが穴です。これね、穴馬からのワイドでこの本命たちに流しました。
これね、僕が見たときまだ121倍から350倍あったんで、2万から7万あります。すごいね。この合成オッズじゃほとんど来ないと思いますけど、一応2歳戦なので何か起こるかわからないんであれば、800円なら持っといても面白い、うん、そうだね。3連単30、30、2点、父母父全部米国ケットです。今回はこれで勝負しようと思います。まあでもね、18番人気では確かに古吉さんはなんだけど、血統で言ったら黄色が両方来てたしね、米国のでしょ。これ逆にじゃあ亮さんから見て、なんでじゃあ18番人気にまで落としちゃうのっていう理由ってあるんですか。なんか人は前走だろうね、やっぱり。まあ、闘争2敗ステークスで負けちゃってるっていうのがやっぱり大きな原因かな。そっか、これまあ単勝オッズですからね。で2着3着のオッズっていうわけじゃないから、やっぱ面白いのがやっぱこれテリオスルーって中にローテなんだけど、うん、前走逃げて大負けしてるんだけど、うん、東京の 1800m なのよ、トースポ杯2歳ステークスって。短距離ローテで出てくるの、俺はワンチャンあるんじゃないのかなと思って。なるほど。っていうのも実はテリオスルルに関しては僕もちょっと気になっちゃってたんですよね最初なるほど。だけどまあまあまあ、ちょっと僕の買い目はテリオスルルからは言ってないけど、だからまあリョウさんがそこからワイドで抑えてくれてたんで、あ、まあまあ良かったなっていうのは思ってます。だから当たらねえんだって怒られなきゃいいけどないやいいのよ、だってリョウさん合成オッズとかもちゃんと分かってるしね、分かってる上で買ってるから ねなお立ち悪いけどな分かってんのになってる。分かりました。じゃあバドさん、買い目を教えてもらっていいでしょうか。やめましょう。はい、 OK、 はい、というわけで、またですね、今週も、うん、8時の段階でのグラフを描いていますが、うん、断層が 1.78 が8番人気に1個あるだけというグラフに現状なってます。で、うん、これはまあ、もともとボンドガールがいた時に、僕がイメージしていたどういう風に決着するかっていうのは、まあ、去年の、まあ、リバティアイランド、1番人気1着からの2、3着が12番人気新緑化、3着が10番人気のドゥアイズと、1着こそ1番人気だったものの2、3着が激荒れすると。その形っていうのは基本的にはリバティアイランドが強すぎるので、リバティアイランドを任しに行かなきゃいけない役割を担っている人たちっていうのは向かっていって返り討ちにあって惨敗すると、うん、でそういう役割を担っていない気楽な馬たちが2、3着をヒューイーとこう入ってくると、そういうようなことが起きるわけですけど、まあ、ボンドガールがいたならばそういう展開もありえたかなと思っていて、最初は僕はそういう形を想像してました。ただいなくなることで一気にみんな分からなくなったというのがグラフに現れております。でこれが8番人気に 1.78 の断層があり、その上がですね7頭団子状態になってます。この7頭がですね固まってんですよね。この中から、まあ、勝ち馬に関しては少なくとも出てくるであろうというのと、倒さなきゃいけない強い1番人気がいなくなることで、これらの馬たちがあんまりプレッシャーを受けないので、この中だけで決まってしまう可能性っていうのが出てきたなというふうに見ています。というのがまず一つ目の発見ですね。でまあ後ろの方もですね、まあ、この辺の8、9、10番人気であったりとか、この辺がですね、8時の段階ではスイープフィート、7をクイックバイオという3頭だったんですけど、さらにその下コスモディナー、スプリングノバ、ドナベティ、シカゴスティングというところになってるんですけど、そこより下というのはもうグラフ的にはちょっと厳しい位置にいるということで、まあ、僕はですねボンドガールがいた段階であれば、まあ、1番人気からのかなり深いところに 2,3 着っていうのを探してたかなと思うんですけど、ゾーン1だけで 1,2,3 着決まってしまう可能性が高まってしまったかなというふうにグラフから読み解けています。でですね、出走馬のデータを分析したものなんですけれども、騎手、調教師、馬主、生産者、種牡馬がこの阪神芝 1600m というところでどういう勝率をしているかというところで、まあ、色がついているところっていうのは勝率が高く、赤字になっているところっていうのは過去2年間にわたって勝ちがないというところになっております。で注目したいのは競走馬データ体重および筋量体重比のところですね。アスコリピチェーノとステレンボッシュ、ルシフェルというところが、まあ、上位のですね4番人気のところに、赤いラインを引いておりますけど、過去10年において8勝は4番人気以内から出ているということで、まあ、大半が4番人気以内から勝ちが出るというレースなので4番人気にラインを引いてるわけですけど、そこよりも上で競走馬データがですねかなりブルーになっているっていうのがアスコリピチェノとステレンボッシュであるというところですね。ただ騎手もですね、北村博士騎手とルメール騎手っていうのは紫色になっていて、これ勝率 15% 以上という意味なんですけれども、このメンバー中で言うとそこそこ勝率が高いと、王の騎手も同じく 15% 以上ということになっておりますけれども、まあ、こんなような顔ぶれ
れで行われるレースになるというところですね。あとはルシフェルなんですけれども、ムルザバエフ騎手は、もちろんここはあまり乗ったことがないので、まあ、赤字になっているのは仕方がないかなと思いますけれども、この馬に関しては競走馬データがですねオールクリアなんですね。赤い部分っていうのが1個もないということで、まあ、488kg、筋量体重比前走時の馬体重ベースで 11.27%、先行で上がりも早くて、間隔も6周と、かつですね短縮ショック逆ショックのダブルリーチになっているということで、先行馬ということでこれはかなり今回もですねちょっと外からになっちゃいましたけれども、前に行けたらかなり面白い一頭だなというふうに見ています。ただですねこれちょっとね皆さんにクイズを出したいんですけど、おやおや、去年のアルテミスステークスの2着馬、アルテミスステークスを1分33秒9で走り切った馬は33秒3で上がり2位だった馬がいるんですけど、その馬の名前は何でしょう。簡単じゃないですか。ええちょっと待って、もう分かった人が答えてください、うん、はい答えます。はい、もこまるさん、リバティアイランドです。ですよねと。じゃあ、はい、今年のアルテミスステークスの2着馬で走破時計が全く同じ1分33秒9で上がり2、上がりが33秒4の馬がいるんです、うん、その馬とはどれでしょう。はい、はい、もこまるさん、サフィラです。ですよねと。そうなんですよね。ということでそこに僕はちょっと目をつけました。なんですがさっきのりょうさんの話を聞いてて、なるほど競馬場変わってんの気づいてねえやっていう大きな落ち穴にはまってはいるんですけど、まあですね、いずれにしてもでも上がりが使える馬じゃないとなかなかここは厳しいというところで、まあ、このサフィラはですねここで見ていただくと馬体重が442キロ前走時、その馬が55キロを背負うと筋量体重比的には 12.44% ということでちょっと重みを感じてしまうんですよね、他の馬たちに比べて、うん、という状況ではあるものの、去年のリバティアイランドからのこのサフィラっていうのがちょっと面白いなと思って、そこに今回はちょっと注目をしつつ、3連複で、勝負していこうというふうに思っております。印の方なんですけれどもこのようにしました。本命が14番のサフィラ、対抗7番のアスコリピチェーノ、黒三角に9番のコラソンビート、そして星印、ちょっと穴馬として注目したいのは11番のスイープフィートということにしました、うん、3連複14番のサフィラから、2列目に対抗黒三角注意のアスコリピチェーノ、コラソンビート、スイープフィート、そして、3列目に足したのがキャットファイト3番ですね、で5番のスプリングノバ、18番のドナベティ、12番のシカゴスティング、8番のプシプシーナということで、1-8の18点、1点あたり100円で合計1800円という形にしたんですけど、僕が、阪神ジュベナイルフィリーズを予想する際に避けたい前走というかこれまでのローテっていうのがあって、小頭数のレースばかりを使っている、あるいは前走小頭数っていうのをできるだけ避けようというのが消去していった結果このような形になったっていうのと、もう一つは、上がりが比較的早い上がりを使う馬っていうのを重視していくという、この2つのポイントを加えてこの先ほどの、去年のリバティアイランドと似たような、戦績できているサフィラを、1列目に置いた3連複フォーメーションということにしました。なるほど、バルさんの、まあ、クイズに関してはちょっと僕は、ま、全く分かんなくて申し訳ないんですけどもいや簡単でしょうって言われた時にドキッとしちゃったんだけど実はそう、あのバトさんがそのサフィラの解説を聞いてる時に、うん、僕も結構それは思ってて、俺もサフィラが軸だったから最初、今回2週目だからっていうのを気づくまではサフィラに行こうと思ってたから、うん、ただね今年が京都開催だったら多分いいんですけど阪神なんですよね。そうそうそう、だからさっきのりょうさんの話で、ああそうかってなってたんですよ。いやそれも俺も気づかなくて、だから本当ボンドガールとサフィラとアスコリピチェーノでこれ終わりじゃんと思ってたのよ。俺もう鉄板じゃん、硬い硬いと思ってて。なるほど、僕もね最初ねサフィラがいいなと思ったの、調教を見てもあこれオレンジの枠前でいけるなって思ったんですけど、ちょっとね枠連ここでアジまた行くのかっていうのもあれだったんでちょっと変えたのよ。おお僕の変え目をね最後にちょっと見せていいでしょうか。お願いします。はい、いきますね。はい、こちらでございます。3連複フォーメーションいきます。おお、えこれやばくないですか。みんなが全くノーマークだったらまず2番が来るでしょ。うん、クイックバイオ、これあれだ、モリスさんが乗る馬だ。そうです。なるほど、10番人気でございます。そしてオレンジの枠のどれかが来るだろうなって思ったんですけども、よく見たらねこの15番16番もいいのよ。
ルシフェル、それから七尾、前走のレースでもまあまあ結構強い競馬だなと思ったんですよね。だから七尾は僕の中で結構有名な馬になってるんで、これは他の馬より知ってるなっていう意味で、まあ軸に置いてますよ。アリさんの中でのね、知名度が高い、そう、自分の中の知名度が高い馬がやっぱ勝つっていうことで一発目から言ってるんで、で今の人気で言うとこの2516って10番人気9番人気6番人気なんですよ。うん、すんごい人気の輪、深いです。でさらに古吉さんもここにおるんで、おお、すごいな、これ合成オッズいくつになるのっていう。まあでも25点で抑えてるんで、簡単に言うと2500円これは使うけど、このどれかで決まった時にどんだけ安めでも2万円からあります。はい、なるほど、200倍からあります。200倍からなんだ。ただ今ね、金曜日の10時ですけど、気になるのがね、この13番の酒井学さんおるじゃないですか。はいはいはい、酒井学さんね、5番人気まで単勝売れたんですけど、あのね、副賞オッズが単勝オッズと変わらんのですよ今。この時間のオッズは難しいですからね。難しいですよね。だって単勝オッズ今 7.7 倍って書いてあって、うん、副賞オッズ 7.3 倍から10倍あるんですよ。じゃあ副賞変わった方がいいじゃんっていうことになる、うん、だから多分これまだ買ってる人が多分少ないだろうなって、うんうん、そうですね、思ってます。だから今こうやってドーンって買い目を出すときに人気にビビることはまずないなっていう配置にしました。はい、で前回僕あの賞金っていうキーワード出したんですけど、出しましたね、うん、賞金っていうのはあの世の中であんま見てないファクターでもあるなと思ったんで、今回もちょっと賞金をチェックしてたんですけども、今回は前走でいくら取ったっていうのは一回捨てて、捨てるんですね。はい、捨てるんですよここは。あの僕がね、よく地方競馬をやるときに、これ僕動画に撮ったろうと思っとるぐらいの大1個あるんですよ。それがですね、馬柱見ますよね。でその時に前走と前々走の一着馬が乗っとるんですよ、うん、でそう、その時にどんな馬が勝ちましたよっていうのが下に乗っとるんですよ。ネット競馬さんとかでその馬クリックするとその馬のデータが出ますよね。うん、出ます出ます。でその時にその馬が累計の賞金いくら稼いどる馬だったんだろうなっていうのを見るんですよ。おー、なるほど。そうそうそう、前走のレースでこのレースで勝った馬はどんな上がりだったとかっていうのはもう一切見ずに賞金いくら稼いでる馬なのかなだけ見るんですよ僕。なるほど、金です。金なんですよ本当に。そう、一番人気の森さんの馬が、前走戦ってた馬が賞金が300万しか稼いでないってね。なるほど。でも6番人気の笹川くんの馬が、実は前走で負けた馬が1500万地方で稼いでる。なるほど。そう、あ、じゃあ森さんが戦ってた1着の馬より笹川くんの1500万稼いでる1着を取った馬の方が強いよなっていう判断をするんですよまず。いや面白いですねそれは。はい、あ、じゃあ森さんの評価下げて笹川くんの6番人気上げよって言った時にマジで来るんですよ、はい、すごい。着順までは分かんないけど、森さんよりこっち笹川くんの方が来そうだなっていうのは結構な確率来るのよね。そういう意味で言うと、今回の各馬がそれぞれ前走で戦ってきた馬の、その時に1着取った馬、もしくはまあ2着だった馬の戦ってきたその乗ってる馬を全部調べたんですよ。そしたらだいたい1000万から3000万ぐらいの稼いでる馬と戦ってきとったんですね。軸にした2番15番16番っていうのは、前走戦ってきた相手1着だったか1着を取られちゃったか、もしくは2着まで来た馬、まあ賞金を2000万ぐらい稼いでる馬だったんですね。他は1500万とかっていう馬もいたんですよ、戦ってきた馬が。なんでその辺は全部評価を下げた結果、2516がおそらく強い敵と戦ってきたんだろうなっていう読みでこの3頭を置いたんですよ、はい、なるほど。 であとはもうずらっと気になる馬を置いたという感じです、はい、気づけば1番の休めで2万配当からっていう目になってましたっていうことですかね。いや面白いですねこれ。そうなんですよ、僕はちょっと今回これで、いきたいと思っております。いやね、アジ君七尾は調教いいぞ。いや七尾調教いいのよ。だから、七尾が来るでしょ、で外人があとどっちか来ればいいのよ、ね、ムルザバエが来ればいいのよ。なんかその賞金をこう稼いだ馬っていうのを一つこう能力比較としてやって、なんかすごい面白いなと思いました今。だから、ね、やっぱ金稼いだやつ強いですからね。人間でもそうでしょ。確かに年収2000万のやつにね負けるのと300万のやつに負けるのとちょっとなんかこういう言い方はいけないかもしれない。その通りなんですよ。年収2000万3000万の人たちのいる環境で生活している人と、周りの年収300万200万とかっていう人の環境で、生きてる人とではやっぱり価値観変わってくるでしょうね。確かに。でやっぱりね、馬って結構賢いんだなっていうのを最近分かったんですよね、う
川島先生とかね、船橋記念もね、まあ招待してくれましたけどね、僕らね、なんか川島先生のその持ってる厩舎の馬とか実際ちょっと見に行ったりしたけど、うん、やっぱりね、馬って賢いんだなって思ったのが一番なんですよね。そう、人懐っこい馬もいれば、あの結構うるさい馬もいるっていう、あ、結構賢いんだと思って、じゃあ結構強い相手と戦ってきた馬と、まあ結構楽な相手と戦ってきた馬とでは、やる気とかレースのゲートに入った時のこのポテンシャルというか、モチベーションも変わってくるんじゃないかなって。だからまあ賞金に目をつけるのがやっぱ早いのかなって。実際勝ってるわけだから、その賞金に目をつけました今回も。確かに今アジさんが馬と触れ合ってって言いましたけど、やっぱ牧場のね、はい、なんかたまにこの馬の特集やってるテレビとかたまに見るんですけど、うんうん、なんかこう過去の名馬たちはどんなだったのかっていうと、なんかやっぱりその牧場の時とかでもこの馬とこの馬はよくいつも一緒にいるみたいな話とか、大体強い馬となんか一緒にいたりとかってやっぱりするらしいですね。ヒエラルキーがやっぱ波長が合うんだろうね、すごいファクターになるかもしれないですよ、うん、だ結果出てんだもんな、賞金っていう。そうそう、賞金っていう一番いい結果が出てるから、うん、馬柱をバッと見た時に、うん、まあ上がりとか全部書いてあるけど、強いところでいっぱい稼いできた馬なんだなっていうのは大体パッと見てわかるから、時間出しにもなるしね、うん、ちょっとね、みんなに質問したいことが一つあって、はい、はい、注目印を打ったルシフェルなんですけど、今回の単体レースを予想する上で、その小頭数でやってきた馬を切りたいっていうのと、上がりの速い馬を優先したいっていう2つの条件からいくと、ルシフェルは切りってなったんですよ結果的には。ひょっとしたらそのウィン5ではルシフェル逆に勝ってるかもしれないですけど、上がり35、36、34っていうその33秒台っていうのを1回も出したことがないので、かつ前走がハギステークスで6頭立てっていうレースで、今回18頭立てじゃないですか。でそうなるとやっぱり全然違う印象になるはずなんですよ、この馬にとって、このレースが。なので戸惑うだろうなと思っていますっていうのと、ただこの馬強いので33秒台出さなくても勝てちゃってるんですよね。だからこれをムルザバエフさんが乗ると、楽々33秒台出しましたって言われたら、あ、そうですかって僕はなっちゃうんですけど、この小頭数からの今回の多頭数っていうレースをこなしていくかっていう点と、上がりの速さ33秒台を楽々出すような馬たちがゾロゾロいる中で、この馬がどういう感じになりそうかっていうイメージっていうのは、どういう風に皆さん見てらっしゃいます？確かにこの上がり最速は出しているものの、33秒台の足を出してるわけでもないし、で僕もなんか見た感じ、前走のハギステークスの映像を見た時に1008なんですけど、それでも結構追走に苦労してるようなところがあったんですね。今回のその阪神ジュベナイルフィリーズってスプリントとか専用からこう出てくるこう馬も多いので、あのそのペースには確かに戸惑うだろうなっていうようなところもありますし、かつ不利と言われる外枠をちょっと引いてしまったってことで、結局僕はこう評価を下げたっていう形にはなったんですね。ただこのハギステークスのメンバーを見てみると、4着にデルシエロっていう馬がいるんですけども、このデルシエロっていう馬が前走の襲名菊賞っていうところで3着だったんですけども、その時の4着の馬のレイブジェニアルっていう馬がいて、これがあのサウジアラビアロイヤルカップで今回あのかなり有力視されていたボンドガールとかシュトラウスの4着だったんですよ。そこまで差のないっていう力関係を考えると、当然そのムルザバイフをこう乗せてきたっていったところも、まあ少なからずこう期待の表れなんじゃないかなっていうのと、あとはこう斉藤先生のコメントを見たときに、あの元々管理していたクロノジェネシスっていう馬がいたんですけども、まあ後々はあのそういう馬にぐらいのレベルになってくれるんじゃないかっていう期待をしてたので、まあ一応相手には入れたっていう感じにしましたね。ただ本命まではっていうような形にしました。はい、ありがとうございます。いやー、俺前いけないと思うけどな、多分。まあだからルシフェルがいい今回いい成績になるためには、いろんなことがうまくいかないと難しいと思っていて、うん、でそれをムルザバエフさんだったらうまくいかせてしまう可能性があるっていうのは、うんうん、まあちょっとあるかなと。先週もムルザさんが3着に持ってきたもんね。そう、あとは速い馬が多いんで、展開的にこう前が潰れた時にこう後方で控えてる馬たちが利を受けるっていうこともあるのかなっていうのは思ってて、うん、確かに。そう、それがまあルシフェルがその内前にガーって速い馬が集まって潰れた時に外から突っ込んでくるのが誰なのかなっていうのを考えたら、ルシフェルちゃんが来ても全然おかしくないかなと思いますけどね。展開って皆さんどう考えてます？ミドルかスローかハイペースか。僕ハイペースだと思います今回。あ、本当？この前の選手のババを見てる感じ、結構スピードっていうか時計は出てて、それこそ京都開催っていうのがあったおかげで、開幕2周目でまだ芝が綺麗っていうのを考えると結構スピードは出やすいババだと思うんですよね。だからまあそこに対してこうどれだけ先手を主張する馬がいるのかってことだと思うんですけど、やっぱスプリントとか千二千四の馬がやっぱり多いなっていうふうに感じるので、先行争いが激化しそうなイメージは僕の中ではあります。俺はね、どうもハイペースにはな
んじゃない。いや、まあのね、ペースっていうかね、その人気馬がね、差し馬が多いのが気になる。じゃあなんか変なのが来そうだから俺な、あ、怖えな、なんか。だからその変なのがさ、古吉さんだったらいいわけだもんね。うん。そうだね、なんかみんなを悩ませるだけの動画になりつつあるけど本当だね。でもルシベルはそうそう、キラーアビリティだ、キラーアビリティと、合わせてるのよ G1 でも。言ってもディープサングだよ、キラーアビリティ。そうそう、ディープだよ、ね、でまあ今ちょっと成績悪いけど、悪いけど、1億3000万中央で稼いだ馬ですから、それと合わせてるから、そう、それと合わせてるからね、あの3日とも2歳の時なんかジャスティンパレスに勝ってますからね。そう、で他の馬が合わせてた馬を見ると、やっぱここも賞金がちょっとそんなに足りてない馬なのよ。なるほど、そうそう、賞金理論新たなパッターを。エフフォーリアと合わせてる馬とかいるけど、確かに、まあ、それが勝つこともないんだけどね別に。確かに、でもメイウェザーとボクシングで鍛えとったら、うん、そうそうそうね、新馬戦のデビュー前のボクサーとさ、メイウェザーと状況とどっちでスパーリングやっとった方が確率いけるって言われたらやっぱそういうところも僕は見ますよ。そういう意味で言うとルシフェルはいいんじゃないの、ムルザさんだし売れるんじゃない、これなんだかんだ。誰かが当たったら2人が当たるっていう解明はないもんな。多分今回は僕とバドさんが近いのかな、うん、ルカエルを結構軸としてるリョウさんとアジさん、うん、まあ、っていう感じなんですけどね。なんかさ、いつもさ、あの、うん、ココちゃんとバドさん、俺とリョウさんってなんか似てない、いつも似てるまあまあ4人で話しとるとさ、それいろいろ出るよ、ウィンファイブの時みたいに確かにだけどまあ今回ね、一発目にドドンとこう出した回目でさ、はい、じゃあ今回ね、またね、あの前回の船橋ロケの時みたいにね、あの除外が出ないことを祈ってね本番除外除外になったりして、あの何で当たりましたはなしにしたいですよね当日楽しみましょう。またね、OK、りょうさん今日黒すぎん、新しい衣装見せてもらっていいですか、それそれ、タイガースの最強軍団ありがとう、りょうさん。なるほど、りょうさんがアイドルにハマるとすごいことになりそうだな。ハマるとやばいやん、ハマったらやばいですよ。怖っ、僕のアイドルはバースとマートンだけなんで